こんばんは、おしみです。今日もご質問いただきましたので、そちらにお答えしたいと思います。いただいたご質問の方が、わしみさんはじめまして、いつも楽しくブログ動画拝見しています。30代前半ぐらいから太るようになり、少しの努力では体重が減らなくなりました。減らなくなりました。一度は戻った時期もありましたが、結局ゆっくりとリバウンドしてしまいました。30代後半に妊娠・出産を経験した後は、もっと体重が減らなくなり、ダイエットに成功するように毎日家でできる筋トレなど努力してしたつもりでしたが、効果が出ずやめてしまいました。先月の初め頃腰を痛めてしまい、今接骨院に通っていて、家でできるトレーニングはないかなと、調べていた時に、わしみさんの YouTube 動画に出会いました。わしみさんの動画ブログの中でダイエットのことが載っていて、トレーニングとセルフケアをチャレンジしてみたのですが、今の私には腰に負担がかかり、トレーニングは無理でした。サトウ式リンパのみでもダイエット効果はありますか？サトウ式リンパは種類が多いので、何をやったらいいのかわからないので、ダイエットに効く、ケアを教えてください。ちなみに今やっているサトウ式リンパは、耳たぶ回し、片手バンザイ、シェー体操、足指ワイワイ、肩甲骨剥がし、お腹周りを撫でて深呼吸する、ウエストダウンですね。で、フェイシャルごラインです。耳たぶ回しと足指ワイワイは、ワイワイは朝と夜で、その他は朝のみやっています。よろしくお願いします、ということでした。で、まず僕らの中ではダイエットというより、ダイエットっていうのはそもそも食事療法とか食事のことになりますので、まず、まあ僕らのやってるリンパケアっていうのはスタイルアップですね。スタイルアップをしていこうねっていうことになります。で、まあスタイルアップっていうことを踏まえた上で、まずトレーニングとセルフケアなので、まあ腰が負担がかかるっていうのは、トレーニングがそもそも負荷が高すぎるのだと思います。で、あとトレーニングとそのリンパケアっていうこととか、まずスタイルアップもことなんですけど、まずトレーニングっていうのは体に負荷をかけて筋肉にダメージを与えて、超回復することで筋肥大を起こしますよっていうのは、筋肉を大きくしようねっていうことになります。で、体重で言えば、例えば体重が増えるっていうことになります。で、ただ筋肉量が増えることによって基礎代謝が上がりますよっていうことはもちろんあります。で、あるはあるんですけれども、女性ですし、特にそのなんだろう、体重のことをちょっと気にされてるっていうことなので、それよりはまあリンパケアっていうかセルフケアの方がいいのかなと思います。筋肉を増やしてこういう見た目にしたいっていう場合があった場合だと、トレーニングがあった方がいい場合もありますけど、その辺がまあ見てもらったらいいのかなと思います。で、まずダイエット効果はありますかということなんですけども、代謝は上がっていくので、単純に体重が下がりやすくなります。で、体重が下がりやすくなるタイミングとかもありますので、というのが要は取り込んだ栄養素を余らせるというか、その結局糖をしっかり使えなくて余ったものが脂肪として蓄えられる。多分ほとんどの女性がそうだと思うんですけど、脂肪を要は減らしたいんだと思います。で、その基礎代謝、糖ですね、糖をしっかりその使うっていうことで、筋肉のことで言えば、GLD4 っていうのがあって、それは筋肉を動かすことで活性化します。で、それをすると糖代謝が活性化するので、単純に糖が余りにくくなって脂肪が増えにくくなる。で、それをするタイミングとしては、単純にやっぱ糖を取った時にした方がいいので、で、筋肉を動かすとすると、どうしてもみんなトレーニングにイメージが行きがちなんですけど、別にトレーニングである必要はなくって、僕らのやってるリンパケアみたいにゆる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 ってして、筋肉を緩めながら動かすことでも活性化しますので、それをしてもらうといいのかなと思います。で、タイミングとしては、効果とか、あと種類とかっていうことなので、まず種類が多いので、まず使う部分の大きい筋肉に焦点を当ててもらった方がいいと思います。ただ腰を実際に痛めてしまってるっていうことがあったりするので、耳たぶ回しとシェー体操、だから耳たぶ回し、片手バンザイ、シェー体操、足指ワイワイ、肩甲骨剥がし、ウエストダウン、フェイシャルグラインっていうのは、もし全部できるようだったらそのまま継続してもらった方がいいんですけれども、それで、ね、タイミングとしては朝夜で、足指ワイと耳たぶ回しが朝夜で、他が朝のみになってるんですけど、もしできればその継続のままでいいんですけども、その中で食後ですね、食後にその今言ったその食後の血
糖を活性、GLT4 を活性化することによって糖が余りにくい状態で、そうすると脂肪がつきにくい状態をするっていうことの意味で、食後ですね、食後にすぐするとか、もしあれでしたら食前にして食後にしてもいいんですけども、特に動かす筋肉が多い方が、大きい筋肉を動かす方がそれが活性化しやすいの で今挙げてた、セルフケアの中ではシェー体操がやっぱり大きく動く筋肉が多いので、それをしてもらうといいのかなと思います。ただ、食後ですね、食後に何の問題も体の負担がなかったらシェー体操と足踏みワイを両方してもらったらいいんですけど、もしちょっとご飯食べた後のシェーはちょっとしんどいなと思われるんでしたら、食前にシェー体操をしてもらってご飯食べて、で食後すぐに足指バイバイをするっていう風にしてもらうことだけでも、その今言った GLT4 を活性化することによって糖をしっかり代謝して、脂肪が今余りにくくなる、で余りにくくなることによって脂肪がつきにくくなるっていうことが起こりますので、セルフケアの種類としてはもし全部できるようだったらそれでもいいですし、単純に体重を減らしたいとかっていうことになりますと、ただ体型が見てないから何とも言えないんですけどね、適正体重になっていくっていうことになるんですけども、まあそれを踏まえた上で、もしできるようだったら、食後に普通にシェー体操と足踏みワイワイ。ちょっと食後はしんどいなと思ったら、食前にシェー体操して、ご飯食べて食後に足踏みワイワイっていう形で、要は食事ですね、食事のタイミングでしてもらうっていうのがいいのかなと思います。で、それに、がメインですね。あとはもう普通に片手挽回とか耳たぶ回しとかフェイシャルごラインを別に朝でも夜でもしてもらうと、それだけでもここのやっぱ口腔の状態が良くなることが全部の機能を高めることになりますので、朝夜、まあ、片手挽回耳たぶ回しフェイシャルしてもらって、食事の時に整体操とか足指ワイワイっていう風にタイミングをちょっと見てもらうといいのかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、このように佐藤式リンパケアの理論やセルフケアをご紹介しておりますので、よろしければチャンネル登録のお願いします。はい、以上です。ありがとうございました。